初代順段シャクサーヘンリー・クレズウィック、ローリンソン少将は、イギリス東インド会社の陸軍士官、政治家、東洋学研究者で、アッシリア学の父と称されることもある。ローリンソンは、南アジアに対するロシアの野心を、イギリスは牽制すべきだという議論を展開した、最も重要な論客たちの一人であった。ローリンソンは、オックスフォードシャー州チャドリントンで、歴史家、ジョージ・ローリンソンの2位。 エイブラム・ティアック・ローリンソンの次男として生まれた。1827年、すでに、ペルシア語を習得していたローリンソンは、シャアの軍隊を訓練し、再編するため、他のイギリス人士官たちと共にガージャール・アーサ・シタのペルシアへ赴いた。このイギリス人士官たちの派遣は、ペルシア宮廷とイギリス政府の間の対立を終わらせるものであった。ローリンソンは、ペルシア文の研究をはじめ、 特に、その当時まだ解読されていなかった、設計文字を研究した。ローリンソンは、イラン西部、ケルマアンシャー近郊のベヒストゥンヒブンの近傍に、2年間、泊まった。ローリンソンは、ダイオーダレイオス一が、紀元前522年夏のペルシア皇帝としての、即位から、紀元前486年に没するまでの間の、いずれかの時点で刻ませた、古代ペルシア語、エラム語。 バビロニア語の巫女語で刻まれた文章のうち、古代ペルシア語の部分を転記し始めた。1840年、少佐だったローリンソンは、王立地理学会からペルシアにおける調査に対して、金メダルを受賞した。1840年、ローリンソンは、カンダハールの政務官に任じられた。彼はこの職に3年止まり、第一次アフガン戦争の展開の中で、政治工作においても、 また戦闘における有望さにおいても多くの功績を挙げ、1844年にはバスクン賞コンパニオンを受賞した。偶然の成り行きから、ローリンソンはインド総督の個人的地遇を終え、オスマン帝国支配下のアラビアに赴く、政務官に任命された。こうしてバグダードに定着したローリンソンは設計文字の研究に没頭した。当時のローリンソンは相当の困難や、 個人的リスクを伴ってではあったが、ベヒストゥンヒブンの完全な転写を作成できるようになっており、内容の解読にも成功していた。サー・オースティン・ヘンリー・レアードと共に、ニネベの遺跡を訪問するなど、様々な探検家たちへの聞き取りによって得られた豊富な地理的知識に加え、ヒブンについて計り知れない価値を持つ資料を収集し、ローリンソンは1849年に休暇を取って、 イングランドに帰国した。1850年6月、ローリンソンは古代ペルシア語、バビロニア語、アッシリア語の設計文字によって刻まれた碑文の解読の鍵の発見者。メソポタミア、ローリンソンはそのままイギリス国内に2年間泊まり、1851年にベヒストゥン碑文に関する解雇録を出版し、中佐に昇進した。ローリンソンはバビロニア、 サバー王国、サーサーアンアサなどに由来する古物を大英博物館の理事会に寄付し、これに対して大英博物館はローリンソンに資金を提供して、レアードが始めていたアッシリアやバビロンにおける発掘作業をローリンソンが継続できるようにした。1851年、ローリンソンはバグダードに戻った。彼の指揮の下発掘作業は進められて貴重な結果を得たが、 中でも設計文字の最終的な解読、翻訳に大いに寄与することになった異物の発見は特に重要であった。設計文字の解読におけるローリンソンの最大の功績は個々の記号が文脈によって何通りもの読み方をするということの発見であった。1855年、起乗中の事故を機にローリンソンはイングランドへの帰国を早める決心をして同年中に イギリス東インド会社の職を辞した。帰国したローリンソンはバスクン賞ライトコマンダーを受賞し、東インド会社のクラウンディレクターに任じられた。ヘンリー・シー・ローリンソン晩年の肖像外交の40年間の人生において、ローリンソンは主にロンドンで政治、外交、科学の各方面で様々な活動を行った。1858年、ローリンソンは 最初のインド参事会の一員に任じられたが、翌1859年にはこれを辞任し、特命全権公使としてペルシアに赴いた。特命全権公使は1年しか務めなかったが、これは、不妊先での公的な職位に関する状況について、ローリンソンが不満だったためである。この少し前、1858年2月から9月まで、ローリンソンは、 大ゲート選挙区から選出されて、イギリス議会庶民員の国会議員を務めていた。1865年から1868年までは、フルーム選挙区から選出されて、国会議員に返り咲いた。1868年に再び、インド参事会に任じられた後は、死去するまでその任にあった。ローリンソンはアフガニスタンにおける、前進政策の強力な提唱者であり、 カンダ・ハールの確保を強く主張した。ローリンソンは、ロシア帝国が高、高ンドブーハラ、ヒバを攻撃して平凡すると主張したが、事実これらの地域には、ロシアの進出が現実のものとなり、さらに、イギリス領インドへの足がかりとして、ペルシアやアフガニスタンにも攻め込んでくるだろうと、警告した。ローリンソンは1875年に、 イングランド・アンドロシアイン・ザ・イーストを出版して、自身の見解を、はっきりと表明した。1876年には、大英博物館の理事の一人となり、死去するまでその任にあった。1889年には、バスクン賞イト・グランドクロスを受賞し、1891年には、順断尺に除された。1874年から1875年まで、 王立地理学会会長、1878年から1881年まで、ベンガルアジア協会会長をそれぞれ務めた。また、この間、オックスフォード大学、ケンブリッジ大学、エディンバラ大学から名誉博士号を授与された。ローリンソンは1862年9月2日に、ルイーザ・キャロリン・ハーコーとシーモアと結婚し、二人の男子、ヘンリーとアルフレトを設けた。 1889年10月31日に妻に先立たれたローリンソンは6年後にロンドンで没した。ローリンソンが出版した著作には彼の指揮の下でまとめられ、大英。この他にも様々な学会の出版物に寄稿した小論多数がある。ブリタニカ百科事典第9版ではバグダード、ユーフラテス川、クルディスタンの記事を執筆し、 その退屈かの東方についての記事を寄稿した。ローリンソンはまた、立州辞祭であった弟のジョージ・ローリンソンが取り組んだヘロドトス、歴史の翻訳において、編集作業を支援した。ありがとうございます。